それでは愛着あるクワを見た目も切れ味も新品さながらによみがえらせるクワの修理をご紹介します。まずはじめに復元するクワ先部分を作ります。元の製品と寸分なくなるように鍛造をしながら整え作業を行います。溶接をするため不要な部分を切断します。元のクワと復元したクワ先を溶接します。元のクワをイメージし慎重に鍛造をします。微調整は長年の職人の技術とセンスが冴えます。検索機で粗削りをし接合部分と寸法を整えます。刃物の特性を引き出す熱処理をします。ここで再び微調整を行います。仕上げ研磨をかけ最後にニスを塗って完成です。これが修理後の備中クワです。修理されたクワは新たな命を吹き込まれました。